とても仲の良い3人のイカちゃんがいました。みんな仲が良く、喧嘩もせず、いつも一緒にいる3匹のイカです。そしてバレンタインデー前日。やあどうも、ひりょうだよ。明日はバレンタインデーらしいから、チョコもらいたいなと思って、いろんな子に声をかけてるんだ。あ、あそこに、若子の女の子たちがいるぞ。ねえねえ、明日さ、バレンタインデーだよね。チョコさ、僕にくれない？友チョコでもいいから。ギリチョコでもいいよ。ああ、本物でもいいよ、もちろん。ふふふ。わーい、みんなチョコくれるって。明日はモテモテだ。何個チョコもらえるかな？ 10 個かな？いや、さっきも100人に声かけたから110個かな？たくさんもらえるね。まだかな？まだかな？これ。全然来ないんだけど。これもしかしてバックレられたかもしれない。もう12時回っちゃう。バレンタインデーじゃなくなっちゃうけど。もらえない、チョコもらえない、誰にももらえなかった、イカももらえなかった。今年は0個かな。その頃、イカちゃんたちは仲良くドライブをしていました。ねえ、ちょっと、昨日ずっとここで待ってたんだけどね、誰も来なかったよ。君たち何してたの？僕にチョコくれるって言ってた気がするけど、おかしいな、聞き間違いじゃないよな。なんか言えよ。おい、3人でどこ行ってたのよ。僕も混ぜてよ。ねえ。